どうもタムヤンです。ドラゴンボール3悟空伝続きやっていきたいと思います。カメハウスに行くんだったよね。なんかあの魔族の魔のマークがマップ上にありますね。ちょっと歩いてみる。ここ修行じゃ。漢字のカードを出せ。 OK。 大きいか同じ3 1。 OK。 じゃあ一番弱い4。はい4。はい6。レベルが13。あ、レベル上限解放されたね。ほうほうほう。じゃあちょっと魔族と戦ってみる。悟空の状態確認しておこう。あれ、レベルが上がったのに、あれかな、また修行でレベルが上がると、なんだろう、次戦った時にパラメータアップするのかな。なんか序盤にもあったよね。どうだ、魔族かこれ。おお、パワーアップ強そう。はじめまして、4枚勝負やってやろうじゃないか。一番強いカードでいこう。いけ。なんだ、見かけ倒しのカードだな、ハープ。倒せない。ほら、魔族との初対決、大猿だ。どうだ、まだ倒せない。ヒットポイント高い。でもこっちが3連続攻撃だ。パンチキック、どうだ。よし、食べ物で体力回復、イエーイ。あ、修行しても、まあその後の戦いであげれるんだね。例によってね、このスピード2倍パラメータ上げ作戦継続しましょう。はい。コガメラで移動せずにこのまま歩いていこうか。レベル上限ね、解放されたんで、ドラゴンレーダー使ってみる。ここでは意味ない。 OK。 全体マップ、今ね、どこにいるんだろう。右下にのあたりかな。カメハウスが真ん中あたりでだったと思うので、ちょっとね、探索していきたいと思います。いくぞ。キングギラン、はじめまして。強そうだ。ギランの強いやつか。カード何枚の勝負。3枚でいこうか。いけ。互いに隙を伺っている。互いに隙を伺ってるか。マジか、なかなかやるな。さあ、キングギラン勝負だ。必殺技ポイントがね、ない、回復できないんだよね。カード何枚の勝負。1枚でいこうか。おりゃ。互いに隙を伺ってる。マジか。カード1枚。オッケー、最強のカードでいこう。来た、必殺技。あ、じゃんけんと残像剣しかできないの、寂しい。残像剣、残像剣で相手を惑わして攻撃。43。おー、でも体力あるな、キングギラン。カード2枚の勝負。 OK、 やってやろうじゃないか。よし、如意棒だ。これで終わりだろ、キングギラン、覚悟しろ。よーし、修行値18アップ。食べ物で回復。あー、必殺技ポイント回復したい。さあ、カメハウス到着。なんじゃ悟空じゃないか。ドラゴンボールはもう見つかったのか。それが1個だけレーダーに映らねえのがあるんだ。そういうことなら、占いババの宮殿に行けばきっとそのドラゴンボールのありかを教えてくれるぞよ。
悟空はレーダーに映らないドラゴンボールを占ってもらうために占いババの宮殿へと向かうのであった。あ、マップ変わりましたか。全体マップ確認しよう。ほうほうほう、これはもう一本道だね。右ルートで行くか左ルートで行くか、まあどっちでもいいか。あ、右ルートに回復のやつあるね。右ルートから行こう。まあレベル上げと、それからアイテム集めにね、徒歩で行きたいと思います。今回もお修行中ですけど、ガキンという魔族が初めて出てきましたね。ブヨブヨしてそうだ。やってやろうじゃないか。ここはでも相手星7で来そうな感じするけど、どうだろう。いや、こっちで行こう。よし、あ、間違った、また連打しちゃった。じゃんけん。必殺技ポイントね、一回回復したんだよね。なんかでもしぶとそうなやつだねこいつ。どうしよう、蹴りで行くか。わあ、敵の必殺技来た。雷攻撃、何それ、怖いよー。ノーダメージ、レベル14まで上がりましたからね。どうだ、そうだね、カード1枚でいくか。殴り倒してやる。大猿パンチ、倒したか。まだか、しつこいやつだガキン。微妙だねこれ。カード3枚ぐらいでいくか。相手が7つ星やってくるという前提で。ああダメだ、雷攻撃。お前の雷攻撃が守備力6だったら効かねえぜ。さあ7枚カード使ってこい。あ、6枚か。ベロが伸びてきた。うわー気持ち悪い。何こいつ、ノーダメージ。どうだ最後。あ、互角。くー、カード運が相変わらずない。またカード1でいくか。厳しいねこの戦い。必殺技ポイントはね、イベントに残しときたいんだよね。必殺技使わないでいきたいな。わあ、相手の必殺技受けまくり。今日のメインイベントかガキン。尺取りすぎだぞガキン、さっさとやられちまいな。修行の成果を見せてやるぜ。どうだ、まだ倒せねえ、しつこいやつだ。ブヨブヨはもういいんだよ、尺は。よし。やっと倒しました、修行値28で。ここでね、ハテナマークのとこでこのじっちゃんのね神経衰弱やっております。なんかね、わかんないんだけど、このご飯にあった時のこの矢印の位置ね、今初期値ここだったよね、これがね毎回ランダムなんですよね。これ多分意味あるんじゃない。うん、ということでね、私はホワイトボードにこれメモしますよ。神経衰弱全然当たらないから、カード欲しいんだということで、これ5パターンあるんじゃないかという、私はねアドベンチャーゲームじゃないけど推理したいと思います。ということでこの5パターンで真ん中の時にミスターポポね、でこの左はあられちゃんで、これハズレなんだけど、これをね毎回同じなんじゃないのという推理のもとメモしていきたいと思います。後ほどその結果報告したいと思います。さらに新たな敵が現れた。上忍、下忍とは戦ったことあるけど、中忍どこ行ったんだ。いきなり必殺技決めてやるか。どうだ、あ
隙伺って残念、必殺技見せたかったな、くそまたこれ長くなりそうだ。にょいぼー、必殺技と縁がないですねうわーすごいの来た、ブーメラン手裏剣だって。何それ、でもブーメランで戻ってくるっておかしいよね。手裏剣刺さるからどうやってブーメランで戻るんだ、突き抜けないと無理じゃんねうわ手裏剣いっぱい持ってるんだろうな。でもやばい、体力減ってきたな。いけ、パンチ、あ、守備力高い、非常に。マジか、カード何枚の勝負、3枚いけ、連続攻撃、よし連続攻撃、これが本当の連続攻撃だ。体当たりだこの野郎、あ全然ダメだ、大猿にならないとダメージ少ないから、相手の守備力が高い、バランスがいいですね常に。お、何隠れ身の術したの、でも全然効いてないよカード4枚の勝負、マジか。じゃあこうでどうだ、あーここで1、うっそー、蹴り、常任お前ももう尺いいわもう終わってくれ、くそ互角か、私はカードをねじっちゃんから集めたいんだよ今、カードさっさと消えちまいだー、よし、うわしかも収容地少な、戦い損じゃないか。ここでね牛魔王出てくるんだよね、だからじっちゃんの確率が2分の1ぐらいかな。でこれでブルマのとこ通ってみたいなことをねさっきから続けております。先ず、そしてこれで戻ると、行ってこいとね。あ、じっちゃん出てこない